オッケー、来ました。これドラゴンクエストをやっていきたいと思います。前回の続きだね。うわ、もうこの音楽で今鳥肌すごいです。サブイボです。オッケー、冒険をする。前回の続きだね。これだね。ヒデオレベル4、デガルタール地下牢獄、プレイ時間1時間6分。前回4月3日だって。4月3日やってたの。というわけでやっていきたいと思います。これまでのあらすじじゃ、ついにデガルタール王国の一件がなかったが、王がヒデオの素性を知ると態度一変させ、勇者こそこの大地な仇をなす者だと言い放つ。そしてヒデオはグレーグ将軍に囚われ、地下牢へ投獄されてしまうのであった。そうだね、この前の続きだから、牢屋だね。牢屋から始まります。地図の豆知識、地図の豆知識読めなかったら辛いな、これ今。オッケー、デガルタール地下牢獄。来ました。こっから。これどっかに人いんのか。ん？開かないと。お！やるやる、想像しいな。うるさい奴が来たもんだ。あ、これ見張りが。牢屋に入れられたぐらいで、おろおろビクビクしやがって。しけた野郎だな。すごい落ち着いてる人いる。ところでお前、何をやらかした？ここは牢の最下層だ。よほどのことをやらないとここまでは入れられねえ。なんだって？自分は何もしてない、ただ勇者と名乗っただけだと。マジか。こいつは驚いた。まさか勇者様が同じ牢だと。お待ちかねの食事の時間だ。取りに来い。来ました、脱獄確定演出。え、こういうのって普通一人で来ないでしょ。なんか食事とかも、なんか二人一組みたいな、そういうあれがあると思うんだけど、日本のあれもね。一人で来たのが間違いだったよ。お、脱獄めちゃくちゃ簡単だったね。もう何ヶ月間も来ました。俺の前に勇者が現れるとはな。彼も勇者なんでしょうかね。なんかドラクエのね、知識ほとんどないっていうか、もう1ミリもないからね。全てはあの予言の通りだったってわけか。なんだあの予言って。 OK、 やっていきます。こっから動かせんのかな。お、まだだ。ちょっと待ってろ。貴様は。うわぁ、グロシーン注意だね、グロシーン。来ました、持ってる刀で倒しました。ただしばらく起きないだろうな。なるほど、殺さずにやるという。手ぶらじゃ危険だからな、こいつを装備するんだ。来ました、剣来ました、剣。このそれからこれお前の荷物じゃないか、うん、向こうの部屋に置いてあったから、ついでに取り返しておいたぜ。いや、マジ優秀すぎんだ。これ有能だな、本当に。来ました。俺も愛用の探検を取り返すことができた。こいつがあれば100人力だぜ。すごい。そんな短い剣で。100人力。兵士が来る前に逃げる。もうちょっと長い剣の方が。オッケー、じゃあやっていきます。来ました。お、こっから動かせるのか。ここの部屋は、特に、何もアイテムとかなしと。オッケー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 。わ、やべやべ、挟まった。オッケー、じゃあ行きますか。うおお、すごい、プリズンブレイクみたい。今日脱獄しようと思っていたが、
そんな日にまさかお前が来るとはな。マジタイミング良すぎ。どうやらあの予言通り、俺はお前を助ける運命にあるらしいな。なんだその予言は。今は詳しく話してる時間はね。さあお前から先に行きな。おお、先を譲ってくれるレディーファースト。お、ここでローディングだね。フィールド洞窟の街の中では、おお、全然読めなかった。お、こんな簡単に崩れんだよこのガリキ。オッケー、しっかりと飛び出していく。水路か。どこかに出口があるはずだ。背後は俺に任せて先に行ってくれ。なるほど、今回はこっから抜き出すっていうのが。後ろは何もなし。あ、けど宝箱あんじゃん。あれ、何もなかった。やべえなこれ、めっちゃ酔うな。オッケーオッケー。お、これ光ってんのなんだ。薬草だ、薬草。これで普通になんか薬液とか作って回復していきたいと思います。で、やべえやべえ、これマジで酔うな。ちょっと待って、うん、何もなしと。やばい、酔ってきた酔ってきた。お、おい、見つけたぞ。すげえ、すぐ見つかったね。来ました、3対2。逃げる。待って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 、ちょっと待って、危ねえ危ねえ。オートラン終了ってなんだこれ。オートラン終了、逃げるぞ、こっちだ。なんだこれ。え、やべえ、エンカウントした、デガルダール兵。オッケー、戦おう戦おう、謎の戦。オッケーオッケーオッケー。あー、やべえ、避けれなかった。あー、やべえ、いって9ダメージお前。うい、いや、なんかこれ普通に、うわ、いって、いやべえ、普通に死ぬじゃんおい。俺死にそうなんだけど。やべえ、おい、謎の少年攻撃しろ。俺はやめろ。あぶねあぶねあぶね、これ次食らったら死ぬからな絶対。オッケー、ナイス、謎の少年で。これ多分 B でやった方がいいな。先に B から倒そう。おい、危ねえ、おー、危ねえ。 OK、 謎、ちょっと待って、これ B から倒そうぜ。これ OK、 俺倒した。おい、やべえ、は、またここからかよ。あ、けど薬草とか取られてるね。普通に強かった、デガルタアルヘイ。なんか回、あ、そ、回復とか普通にしないと。オッケー、けど戻ってきました。ここはい、スキップします。オッケー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 。マジで逃げます。やべやべやべ。これ逃げ切れればエンカウントしないのか。あ、さっき普通に逃げ切れてなかったのか。おい、どっちだよ、次。お、待って待って待って。どっち？そっちか。だけど普通にいいんじゃねえか。見つかると厄介だ。いや、この距離で見つかってない方が、ね、厄介だけどな。オッケーオッケー。ここはなんかあれだ、セパタクローのヨーヨーで、ここを越えていきます。あれ？危ねえ。ジャンプの仕方が今普通にわかんなかった。これ B ジャンなんだ、B ジャン。うお、やべ、見つかった。あ、さっきデカルダールとか言ってたけど、デルカダールだったわ、普通に。ミスった、普通に。危ねえ。俺じゃなくて謎の少年攻撃しろよ、絶対。だからやめろって、これ。これなんで避けれんが？やべ、痛、痛すぎ。今仲間攻撃しろ、仲間。オッケー、ドンマイ。やべ、強え。普通にこの時期の6、大丈夫じゃないだろ、普通に。これ、あれだ、防御じゃなくて、なんだ。道具使う、道具。どれ、回復の道具。回復の道具ねえじゃねえか。じゃあもう、ちょっと待って、これは防御します。オッケー、勝った。オッケー、余裕勝ちした、余裕勝ち。うぃ。しっかりとかわして。うわ、これどうやって抜ければいいの？やべ、見つかった。今の絶対抜けれなかったよね。
これ確定演出のエンカウントか。デルカダール兵強いんだよなこれ。やべ、2しかねえや。やべやべやべ、避けるしかない。あやべえ、普通にこれ難易度ハードモードだなこれ。最初は普通にイージーでやるべきだった。これ多分難易度ハードモードです。なかなか敵が強い普通に。いやね、逃げ方がなんとなく分かったから。オッケーオッケー、ここスキップします。さっきも見たからね、さすがに。オッケー、3度目の正直、逃げも切ります。やばいやばいやばい、逃げるぞこっちだ。オッケー任せろ。普通にね、で次は右だよね。右ジャンプ、オッケーオッケーオッケー、ここまで完璧。ここはさっきもやったからね、セパタクロウ来ました。オッケーオッケー、ここもセパタクロウ。問題ここだよな、ここ絶対。どこどこどこ、こっちだって。いやお前どうやって抜けたんだよそれ。ういー、さすが学習してます。うん、あの橋はどうぞ、もう一度。え、うわ来た、確定戦いだ、確定戦い、確定エンカウント来てしまった。まずい、やばい。おいおい、うわ、断末魔もかっけえ。無事か。おかげで兵士たちを振り切れたな。ここはどこなんだ。この先から出られるかもしれねえ。一応なんかまあ振り切ったって形なんだよね多分。オッケーオッケー。うわ場所名もわからないっていうね。オッケー、なんか周りこんな感じです。お、なんかすごいなこれ。なんだこれ。神に導かれし迷える子羊、ようこそ我が主の庭へ。ご用は何ですか。あ、ここセーブとかできる場所か。まあ今はいっか。普通にここからまあ抜け出しましょう。うわ、なんかやべえのいるな。待て、何かいるぞ。いや、こんな目の前にいて何かいるぞって。ヒデオも気づけよ。うわ、やべえ、ボーマンダだ、ボーマンダ。いやはり全部避けた。まずいまずいまずい。危ない、ナイスナイス。まともに戦って勝てる相手じゃない。さっさと逃げるぞ。逃げてくれ逃げてくれ。うわ結構早いんだなこのドラゴン。逃げるぞ。待って、俺じゃん、こっから俺じゃん。うわ、この向きで逃げんのきついな。やべやべやべ、ちょっと待って、もっと早く。デルカダール地下水路 U の隅か。わ、結構簡単に逃げれたな。うわ来た、飛び降りだ、飛び降りるぞ。ええー、高っと思ったけどそうでもなかったのか今。一発取ったな、さすがにここまでは。いや、そりゃそうだよな、この高さこのドラゴンなら飛び降りられるでしょ。しつこいやつだ。いや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 、倒そうぜ普通に。呪文使おう、呪文。オッケー、またここ待って。いや、やべやべやべ、うわやべ、
わ、スライム、スライムもいんな。うわ、なんだこれ。ちょっと待って、やべ、やべ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。今日そんな、逃げるの大変じゃないの、なんか別に障害物があるわけでもないし。やべ、危ねえ、真ん中に岩は。真ん中に岩はね、きついね、これ。と思ったけど、そうでもないわ。オッケー、なんか無事逃げられそうです。つうか、あの人どこ行った？うわ、めちゃくちゃ一緒に走ってたわ。うお、ジュラシックパークみたい。行ったか。オッケー、逃げ切った。あぶねえ、あぶねえ。なんとか振り切ったな。しかし、なんだってあんな魔物が城の地下なんかに。とにかく作業急ごうぜ。なんだ、やべえ。うわ、時の方向来た。まずいまずいまずい。さすがにこれ逃げ切れないんじゃないか。すごいな。え？いや、よく逃げ切れたね、これ。助かったね、来ました。こんなところにいたら命がいくつあっても足りねえ。うわ、マジかよ。悪魔の子だ。すげえ、八方塞がり。悪魔の子。おいおい、マジかよ。逃げるぞ、勇者様。うわ、熱そうだな、これ。あ、勝手に逃げてくれんの、マジありがたい、これ。お。やられたな。まずい。うわ、これはまずい。飛び降りるわけにもいかんな。なんか、このぐらいのね、高さから飛び降りると、水ってコンクリートぐらいの硬さになるらしいっていう噂を聞いたわ。実際確かめた人がいるのかな、そういうのって。ここで捕まった。来ました、いい声を聞くのが。俺も長くは生きられない。あ、そうだね、読んでくれるのが優しいな。倒すしかないんだけど。行くぞ。俺は信じるぜ。勇者の奇跡ってやつを。来ました。うわ、かっけえ。おい、貴様ら！いや、戦うんじゃないのか。俺の名前はカミュ。覚えておいてくれよな。ここで自己紹介。うわ、青春。来ました、青春の1ページに刻まれました。あ、終わった。え？エンディング？エンディングだよな、これ。け、全クリしました。ドラゴンクエスト、イレブン、過ぎ去りし時を目覚めて、パート4かな、パート4にて、全クリしました。ということで、今回終わっていきたいと思います。いや、マジ素晴らしい作品だった。じゃあまた次回他のゲームで出会いましょうということで終わりにしたいと思います。